オクトパストラベラー。
の炎は消えん。万物には根源がある。無からは何もなされない。因果の果てに解は導かれる。オズバルド被告、無実を訴えるのか？炎が消し止められた後、妻と子の死体が見つかった。黒焦げになって、それは目を覆うような無残な姿でな。死因は火災による焼死にて、異論はあるまい。だが不可解な点がある。現場には火種となりうる痕跡は一切発見されなかった。つまり炎は起こるはずがなかったのだ。魔法でもない限りは。オズバルド被告、貴様は魔法学者だったな。これは単なる偶然だろうか。いや違う。我々はあらゆる手段で事件を検証し、結論に達した。貴様以外に犯行をなせた者はいなかったのだ。赤学王アレファンの皆においてここに判決を下す。被告オズバルド・フォン・バンシュタイン、妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。言い残すことはあるか？俺からすべてを奪った男よ。貴様を殺すぞ。必ずだ。フリジット監獄と極北の海に浮かぶこの孤島は、世の果てとも呼ばれる。一年を通し極寒の雪に閉ざされ、最寄りの東大陸へは大型船でも4日を要する。荒れ狂う吹雪に船が難破することもあり、島への往来は厳重に制限されている。監獄には大陸全土の重罪人が収監され、その数は最大で300名を超える。80年の歴史の中でこの島から出した囚人はいない。それどころか酷悪な環境のため、刑期を終えず死ぬ者が後を絶たない。
ここへ来て1879日が過ぎた。だが極寒にさらされようと、どれだけ月日が経とうと、この胸の炎が消えることはない。今日も冷えるな、学者先生。これ、なんだかわかるか？あんたの手記さ、いつも話さず持ってるだろ？怖い顔すんなよ。ちょいと借りるだけさ。あんた、偉い学者だったな。こいつは価値があるに違いねえ。タバコ何本になるかな？嫌なら取り返してみるか？力ずくでよ。返せよ、小汚い意識なんていらねえ。おい、助けてくれ。殺されちまう。頼む、誰か。何の騒ぎだ？こいつが俺に暴力を。オズバルド、妻子殺しの魔法学者か。学者よ、与えてやった勲章は気に入っているか？その猿グツアのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだその目は。
たとえ目だけだろうが、犯行は許さんぞ。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。どんな声で泣くのかなあ。13秒か。囚人が助けを求めてから監視庁の到着まで13秒だった。貴重な知見を得たな。監視庁、看守34人、囚人292人。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。全てはここから脱獄するために。手記には暗号を用い、その計画を記した。5年をかけ、俺は脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと3つ。1つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず、外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。二つ目は防寒着の調達。地下道から先、一切の暖はない。防寒の備えなくては体力を奪われ、凍死するだろう。三つ目は協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の3つが揃えば計画は完成に近づく。あとは行動あるのみだ。時間だ。さっさと腰を上げろ、グズども。島はかつて鉱山で覆われていたらしい。採掘が進み、山を切り崩した後に監獄が建設された。この土地からは今でも隣石炭が取れる。隣石炭は発火性が高い、ゆえに高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の監視は
大きな利益を得ていた。手を止めるな。さっさとホランカグズども。さもなくばここいじんでもらうぞ。おい、何をしている。もう動けねえ。甘ったれるなよ。罪人めが、貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ、役立たずなモグラめ。貴様らの命などこの隣石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隣石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。強制労働が終わるとしばしの自由時間だ。この間に必要なピースについておさらいをしておこう。ピースは三つだ。脱出路の把握、ここは古く、そして巨大な監獄だ。故に、ほころびは必ずある。この島の歴史に詳しい人物から何かヒントを得られれば、次のピースは防寒着の調達。防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ。あとは行動はあるのみだ。
この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。おっと、喋れないんだったな、サルグツァの学者さんよ。あんたを見てたぜ、5年の間。何にも興味ない振り越えてこそこそ調べ物してたろう。ああ、囚人や看守どもの行動余さず全部、まるで統計でも取るみたいに緻密に観察してやがる。んなこと5年も繰り返すのは欲を持て余した野獣か。脱獄でも計画しているやつのどっちかだ。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。だが後者ならさ、答えろ。あんたはどっちだ、学者先生。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通ってる。商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ、脱獄学者さんよ。俺の計画に気づくとは大した男だ。それに奴の商品はまさしく俺が求めるものだ。うまく利用すれば役に立つだろう。
そう来なくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい？監獄島は大陸から離れた孤島。監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定日だ。その記録簿は厳重に管理され、俺では手を出せない。だが入手さえすれば、その日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだ。が、任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それともう一つ、猿グツワの鍵が必要だ。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。よろしくな、相棒。計画は進んだ。情報屋の働きを待つとしよう。オズバルドよ、君の貝は出たか。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。
あんた、サルグツワの学者か。物欲しそうな顔してるな。ここへ来るやつはみんなそうだ。俺か？俺は物資屋のベイルだ。ここの客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。だが誰でも払うもんは持ってる。わかるだろう。ただでは渡さないか。弱みでも握ることができれば他の囚人を探ってみるか。私は何も知らないようだ。このことはあの物資屋にとって弱みに違いない。これで奴を揺さぶってみるか。
よう、払う気になったか。あ、なんだその髪切れは。これはてめえどこでこのこと。欲しいもんはくれてやる。だからタコすんじゃねえぞ。計画は順調だ。この防寒衣さえあれば寒さ。檻に戻る時間だ。さっさと戻れグズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルド、君の貝は出たか。まだだ、ハーベイ。だが、一つの仮説を立てた。見ての通り、小さな炎だ。だが、ある方程式を用いると、炎は収束し、理論上では、火力が倍増する計算となる。炎である限り、やはり限界はあるがな。なんと、演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが、追い越してやるぞ。必ずな。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。
つは何も知らないようだ。俺はお前が来るずっと前からこの監獄にいる。監獄に関しちゃ監視よりも詳しいかもな。こいつの知識は役に立ちそうだ。少し探ってみるか。監獄の地下道。ああ、刑務作業で昔行ったことがある。詳しくは忘れた。確か図書室に作業報告書があるはずだ。図書室か。
囚人が言っていた作業報告書というのはこれか。腕まめな奴がいたものだ。囚人が書いた報告書なぞ誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだが、計画は順調だ。地下道の構造は把握した。脱出路として問題ないだろう。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ、グズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルドよ、君の解は出たか。行き詰まった。最後のピースが見つからん。あらゆる可能性を検証したが、一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。いや、十分だ。貴様はよくやった。最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。相棒、待たせたな。商品を仕入れたぞ。ああ、いつ死後を許可した？誤解だぜ、監視長さんよ。ついているな、グズド。いいか、次はその穴に貴様らを埋めてやるぞ。あのクソボを食らうのも、これが最後だ。だ、食堂裏の倉庫で落ち合おう。な、相棒。骨が折れたが、盗んだぜ。査察団の船の機構は
明日だ。あとはあんたの計画通りに進めようぜ。いよいよだな、相棒。よくたどり着いたな。今日はまだ荒れるぜ。神様の機嫌が悪いらしい。さて、査察船が着く頃合いか。船を迎える準備のため監獄内の警備が手薄になり、その限られた時間に計画を進める必要がある。行動開始だ。まずは地下道へと向かおう。ここに地下道の入り口があるはずだ。さすがだな、相棒。いざ地下道へ。と、その前にあんたにプレゼントがある。サルグツワの鍵だ。これでも塀の外じゃ腕利きの盗み屋でな。ようやくあんたの声が聞けるぜ。おいおい、なんか言ってみろよ、学者先生。寒い。やれやれ、無口な野郎だ。口塞ぐ必要はあったのか。時間が惜しい、先へ進むぞ。
鍵の剣は礼を言おう。水くせえな。そいつはここを出てからだ。さ、行こうぜ相棒。邪魔だ。炎よ、燃えろ。さて、炎よ、燃えろ。思考開始。いいぞ先生。やろ。プランを考え、悪くないアプローチだ。開始。やるかよ。やろ。プランを考えねば。炎よ、燃えろ。プラン通りだ。いいぞ先生。さて、いいぞ先生。やろ。やるかよ。やれ。お、不勉強だ。
はしごが壊れてやがる。くそ、ここまでだってのかよ。真新しい傷だ。最近壊されたようだな。どうやら相手を甘く見ていたらしい。そういうことだ。ついに声が聞けたな、オズバルドよ。猿靴はを外し、逃亡を図るとはな。だが爪を誤ったな。エメラルドは監視されていたのだ。やはり貴様とつるんでいたか。すまねえ、相棒。俺としたことが。謝罪するな。これは俺の過ちだ。過ちは自ら修正する。貴様らのような愚か者を数えきれんほど見た。だがその全てが惨めに死んだ。例外はない。さあ、お仕置きしてやるぞ、クズども。邪魔だ。炎よ、燃えろ。どうかっていいだ。待て待て待て。応急処置だ。プランを考えねば。氷よ、切り裂け。思考開始。炎よ、燃えろ。応急処置だ。状況は好転する。氷よ、切り裂け。待て待て待て。応急処置だ。応急処置だ。確かに。さて、あ、演算終了。使うぞ。
プランを考え、自ら修正する。炎よ、燃えろ。待て待て待て、使うぜ。思考開始。使うぞ。ブランを見つかる。氷よ、切り裂け。いいぞ先生、応急処置だ。グズがやってくれるじゃねえか。さあ、思考開始。強気してやるぞ。誓え。プランを考えねば。自ら修正する。炎よ、燃えろ。応急処置だ。礼を言う。思考開始。サクサク行くか。プランを考えねば。誓うぞ。手こずらせやがって。これはお仕置きをきつくしてやる必要があるな。やはり甘く見ていたか。存外に腕が立つ。しかし問題はない。計算ない。ごちゃごちゃとうるさい口だ。すぐにまた話せなくしてやる。さて、炎よ、燃えろ。使うぜ。思考開始。氷よ、切り裂け。プラン通りだ。いいぞ先生、使うぜ。
さあ。プランを考え、研究の粋を見せてやる。炎よ、燃えろ。やるかよ。応急処置だ。お仕置きしてやるぞ。計算外だ。思考開始。使え。即消滅。やるかよ。応急処置だ。状況は好転する。さて、いつから修正する。使うぞ。救出だ。確かに。お仕置きしてやるぞ。待て待て待て。応急処置だ。使うぞ。サクサクいくか。思考演算終了。解を求めよう。炎よ、燃えろ。見てくれるじゃねえか。プランを考えねば。炎よ、燃えろ。応急処置だ。礼を言う。使うぞ。計算外だ。応急処置だ。カスモ。さて。おお。氷よ、切り裂け。終わりだ。貴重な知見を得たな。
て。クズどもが。逃げ切れると思うな。ここはフリジット監獄島だぞ。相棒、さらに湧いてきやがったぜ。これならば先へ進むぞ。つっても道がねえだろうがよ。いや、貝はある。火炎よ、焼き尽くせ。これならいけるぜ、相棒。さあ進むぞ。難問はこの先だ。オズバルド、オズバルドよ、君の貝は出たか。今日も貝は出ずか。日が暮れてしまった。リタとエレナが夕食を用意している頃合いだろう。帰らねば。リタ、エレナ、ああ、アーベイ、私は長くその背中を追いかけてきた。だが、私が君のすべてを奪ってやる。君の代わりに究極を完成させてやろう。いたぞ、オズバルドだ。ハーベイ、貴様、オズバルドよ、これが。あの日からこの胸の炎が消えることはない。ハーベイ、
から全てを奪った男よ。